皆さんこんにちは、竹です、今回はですね、花の百名山白山にやってまいりました。今日ですね、7月上旬なんですけども、いよいよね、マイカー規制が始まってですね、今日は平日なので別途出会いの駐車場までね入ってくることができたんですけども、土日だと一ノ瀬のビジターセンターからシャトルバスでね、規制がかかっているということでね、本当に大変多くの方で賑わっていて人気のある山なんだなぁと思いましたね。ということで、今回はですね、一泊二日で別山と白山をね、縦走したかったんですけども、ちょっと日程が合わなかったので、今回はですね、別途出会いから白山のね、ピストンで楽しんでいきたいなと思っています。で、ルートもね、たくさんあるんですけども、今日は砂防新道を通って、室堂に向かって、その後ね、お池巡りをして、ちょっと南流山荘の方も見てみたいなと思っているので、エコーラインとかね、別のルートもちょっと考えて、行きたいなと思いますね。いよいよ夏山シーズンに入ってね、ここ白山はね、本当にたくさんのお花が咲いているということで、いろんなね、自然の恵みを見れるのを楽しみにしていますので、ぜひ今回も最後までご視聴ください。それではどうぞ。はい、9時52分ですね。先ほど神之助避難小屋出発しました。いやー、今日はですね、全国的にかなり猛暑になっていて、白山もね、面している岐阜県なんかはね、36度ぐらい
までね上がるということで、もう猛暑日なんですよね。なんですがここ白山ね、今のところ日陰が多い登山道になっていて、すごくね木漏れ日が気持ちがいいです。今日来てよかったなって思いました。でここら辺までね登ってくると、先ほども見えたと思うんですけど、はい、ずっと奥にですね行きたかった別山。別山はですね、あの手前に見えてるピークのちょっと右奥側のピーク、ちょこっとね顔出してるあそこが別山みたいなんですけど、あの奥にね三の峰もあるみたいでね、いつかまた来た際には、テント泊とあの尾根を歩いてみたいなと思っています。はい、でお花もさっきのね陣之助小屋からすごく出てきて、お花畑というかね群生が出現してきてね、いよいよ夏山到来っていうね感じがして、なんていうんですかね、心が弾みますね。そして、おそらくですけどね、地元の石川だったり北陸の方々のねお母様方がねすごく多くてね、地元の方に愛されてる山なんだなというのをね歩いていてつくづく感じます。はい、はい、9時20分ですね。正面に南竜山荘がすぐ見えてきましたね。こんなにすぐここまで来れるならテント持って来たらよかったんですけども、明日どうやらねちょっと天気が崩れるということで、また来ないといけないな。え、あそこも道あるんだ。あそこね歩いてみたいな。あそこなんか今日気持ちいいな。テント泊したい。遠くにアルプスが見えてきましたね。右から御嶽山、そして、オリクラですかね。そして左側、下側ですね、かすかに見えるのが穂高と槍ヶ岳もうっすら見えてますね。ちょっと映像じゃ難しいかな。はい、ちょうど10時になりました。後ろにね見えるかな。はい、室堂のビジターセンター見えてきましたね。あと1時間もかからないと思います。いやー、エコーラインがですねすごくいいです。風も気持ちくてですね、見てください、設計もね凝っていて、わー歩きやすい。お花畑も所々あってね、エコーラインおすすめですね。本当に歩いてて気持ちがいい。半袖半ズボンでねちょうどいい気候です今日、はあ、最高。後でちょっと昼寝したいぐらいの気持ちよさです。
はい、10時23分ですね。ここがですね、エコーラインと、黒ボコ岩経由の合流地点になります。はい、ここから室堂まではあと10分。すごい、意外と早かったな。意外と早かったというか、意外と楽だったかもしれないですね。はい、とりあえず室堂向かいます。あー、後ろもすごい、超綺麗、雄大、最高。福井の方ですね、地元の方です。今日本当にガスかからんない、すごいな。はい、10時37分開始から、そうだな、3時間40分弱ですかね。室堂ビジターセンター到着です。はぁ、あ、すごい、お花、お花すごいね、これ。よいしょ、中に入ってみよう。ジャズがかかってて、なんかのんびりしたくなる。はい、ちょっとアルファ米を持ってきたんですけど、まさかのスプーンを忘れてしまって、箸で食べるのちょっとめんどくさいんで、朝ごはんの残りのおにぎりを食べて腹ごしらえしたいと思います。山頂があるね、御前ヶ峰に登っていくんですけど、ここに登山ルートが見えてますね。いろんな人が登ってます。昔来た時はですね、もうガスガスだったので、この室堂から御前ヶ峰までは登ったんですけど、もう山頂からも何も展望できなくて、正直言ってこんだけ展望を見渡せるのもね、初めてなので、やっと白山の真の姿を見れたかなっていう感じで、かなり感動してます。はい、ということで11時6分になりました。30分ぐらいに休憩しましたけど、これから出発です。山頂とね、お池巡り、ちょっとどっちから行こうかなと思ったんですけども、周回するとですね、山頂から行った方が10分ぐらい早いみたいで、先にね、登り切っちゃった方が後が楽かなと思うので、今回は、奥宮もね、ありますし、山頂にまず行って、お参りしてね、そこからいろいろ楽しもうかなと思います。山頂までは40分なんで、まあ長いようで短い距離だと思いますんで、頑張って行ってきたいと思います。この黒い指が可愛いな、これ。
This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old ones don't. はい、11時40分です。いよいよ五千ヶ峰山頂ですね。奥山神社、奥宮ですね。よいしょ、よいしょ、見た。よし、霊峰白山五千峰です。すごいパノラマ、アルプス見えるかな。今からね、ずーっと通って、で、かすかに見えてるのわかるかな？ここ、ここを周回して、帰っていきたいなと思います。さあ帰ってきました。何回見てもこの光景いいですね。別山と室戸。いいですね。最高、北陸最高。今ね、雲が出てきて、まあ雲が出てる感じもまたいいんですけどね。すごく風もね、気持ちよくて、いいトレッキングコースでしたね。よいしょ、楽しかった。はい、
ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。いやー、白山ですね、もう想像以上のスケールと、そして何よりね、お花、もうやっぱりさすが花の百名山だなっていうことをね、示しつけてくれてたかなと思います。これから散っていく花もあればですね、これから咲いてくるお花もありますのでね、7月8月と夏山シーズン、ぜひ、遠方からもね今日たくさんいらっしゃいました。特に関西方面ですね、ぜひ白山来てもらいたいなと思います。で、僕もですね、やっぱ別山見てるとですね、絶対あれは縦走しないといけないと思ったので、夏山シーズンですね、毎回規制かかってシャトルバスになってますけども、一ノ瀬からね逆に別山に行っちゃって、降りるときは白山経由で、別途出会いに降りればですね、シャトルバスで逆に一ノ瀬の駐車場まで降りれるので、ぜひですね、白山と別山の縦走もしてみてほしいなと思います。ということで、今回も動画、気に入っていただければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。はい、15時56分ちょうど2時間だね。こっちのね観光振動はかなり急なので、自分で使うよりも使った方がいい。